トラタたちはついに森の一番奥にたどり着きました。そこには大きな大きな洞窟があります。こんな大きな洞窟には一体何が住んでいるのか、あのピンク色の触手はここから出ていたのか、トラタたちも少しおじけづいています。とりあえず真っ暗だからね、懐中電灯をつけようね。トラタは準備がいいのでリュックサックから懐中電灯を取り出し、洞窟の中を照らしてみることにしました。洞窟の中は一体どのようになっているのでしょうか。それではまた明日。